それではパート 02B を始めましょう。このパートでは例を一つ付け加えるだけです。で、対称行列 A イコール1447について考えます。まず、固有多項式か。ファイエラムダは、いいですか、ラムダマイナス1マイナス4マイナス4ラムダマイナス7ですか。そうするとこれは、ラムダマイナス1ラムダマイナス7マイナスマイナス4の事象ですか。ラムダ事象マイナス8ラムダ、7-16 だからマイナス9ですか。なんかすごいなこれ。でそうするとラムダマイナス9とラムダ足す1ですか。したがってA の固有値は、ラムダイコール、マイナス1と9ですか。じゃあ、固有ベクトルを持ってみましょう。ラムダイコールマイナス1からいきますか。この順番はどっち何でもいいんですよ。まあ、小さい方からやる人もいれば、大きい方からやる人もいますよ。それでですね、じゃあ、固有ベクトルの定義は、xy イコールマイナス倍の、axy です。マイナス xy ですね。いいですか。で、そうすると、これは、マイナス i にマイナス a に xy をかけたら0っていうのを、もちろん、固有ベクトルであるためには00じゃないっていうのはありますけど、まあ、それは、後で付け加えればいいだけでして、そうすると、i イコール、ラムダイコールマイナス1ですけど、で、ここがですね、ラムダ i にマイナス a ですから、ここの行列の中身に、行列にラムダイコールマイナス1を入れればいいわけね。そうすると、マイナス2、マイナス4と、マイナス4とマイナス8をかけたら、ちょっとかけないから、ここにかけますね。こうですね。そうすると必要順条件は、まあ、わかりますね。x プラス 2y が0だってわかりますね。だから、xy イコール、を消しますか。マイナス 2yy で、y 倍のマイナス2、1ですか。これが、固有ベクトル全体ですね。0じゃないってしちゃったら、y が。固有ベクトルですね。それで、じゃあ、ラムダイコール9の場合どうですか。あららら。ラムダイコール9の場合はですね、ちょっとこれ書けないね。まあ、xy イコール9倍の xy を考えるわけなんですけど、これ9倍の i にマイナス a に xy をかけたら0ってのと同じですね。で、具体的にはここですね。もう一回言いますと、ここね、ここ。ここにラムダイコール9を入れますと、8マイナス4か。8マイナス4と、マイナス4、2ですか。こうでして、xy は、ちょっと待って、ちょっと、はい、焦ってますね。そうすると、これは、2x マイナス y が0と必要十分ですか。ですから、xy イコール、もうこれはもう 2xx で、x
スの2、1ですか。これが固有ベクトルです。いいですか。というわけです。そうすると、じゃあ、回転距離ですね、体系化しましょうか。いいですか。そうすると大きさ1の固有ベクトルを取ればいいわけですね。ですから、P 値をどちらにします？このまま、やっていきますか。ルート5分の1のマイナス2、1にしますか。これをから始めましょうか。どんな感じですか。ちょっとあんまり良くないな。いい。マイナス2ってこうですか。こんな感じね。もうちょっと寝てますか。そしたら P2 こちらになるでしょう。なんかあんまり気持ちよくないから、そういう意味ですよ。先を読まなきゃいけないわけで。で、これやめまして、2マイナス1にしましょうか。そしたら2マイナス1だから、なんかこんなふうになるのね。こんな感じ。で、だから、これ P1 で、もう P2 はいいですか？これ2分の π 回転したら回転になるんだよね。そうすると1、2になるのかな。で、こっち、ちょっと待って、なんか間違ってない？y イコール 2x だから違いますね。ここは2ですね。ここはですから、ちょっと、ボケてますけど、1、2ですね。すいませんでした。だから、こちらちょうどうまくいって、これが次の P2 なんですけど、ですから P2 を1、2を大きさ1にして、単位ベクトル化して1、2、これで OK ですね。で、そうすると、P イコール P1、P2 ですか。これはルート5分の1の2マイナス1、1、2ですか。これは回転ですね。回転行列ですね。それで、対角化しちゃいましょう。AP はそうすると AP1 の AP2 ですね。そうするとどうですか。こちらからいくと、こういうベクトルはこれから作ったのね。どうですか。y、これは y イコールマイナスルート5分の1ですね。ちょっとマイナス倍していることに注意してください。で、そうしますと、このベクトルは、大事なのは、これを満たすわけね。ですから、何を満たしているかというと、これはですね、AP1 はマイナス P1 ですね。いいですか。ですから、マイナス P1 ですね。こういう位置が見えますね。で、さらに、この P2 ですけど、この X が2対3のルート5分の1ですね。として、何が整数かというと、これね。ですから、AP1 は、9倍の P1 ですね。あ、9倍ってすごいな。久しぶりにこんなの見たけど。こうですね。ですから、P2 ですね。9倍の P、これに、ごめんなさい、2ですよ。P1P2 に、マイナス10と09をかけます。そしたら、これは P にマイナス109をかけたものですね。で、今、P1P2 は違う固有値の固有ベクトルですから、P 正則になっちゃいますね。で、まあ、回転行列ですし、まあ、いずれにせよ、P は、正則ですね。P インバース AP がマイナス1009と、回転行列で対角化できます。
それでこういう退学化の意味をもう一回ちゃんとやっていきましょう。これ何度やったっていいですね。いいですか。ちょっと待ってね、間違えると悲惨だ。マイナス2値だよね。そうすると P 値ってどうだったでしたっけ。マイナス1、2だよね。だからこれこんな感じ。それで P2 が2、1ですから こんな感じですか。あ、ルート5分の1倍してないですけど、こういうふうにでここ垂直ですね。でこれ大きさ1なんですけど、そうするとこれね、今その意味をもう一回復習しますけど、こちらをグジー軸にしてこちらをエーター軸にしましょうか。でそうするとちょっと待ってね、もうちょっと器用にやる。9倍だからね、大変なの。なんかこんな感じにしましょうか。あ、やっぱりちょっとサクイ的というかその通りなんだけど、何を意識してるかというと、でですね、ちょっと待ってね、マイナス1倍と、マイナス1倍、あ、まあちょっと大変だな。マイナス1倍して9倍っていうのはなかなか難しいね。諦めるか。ちょっともう一回書き直しますね。ちょっとこちらの方に図を書きますね。これが P2 で、こちら P1 ですか。何を考えてるか分かります。まあ分かったら偉い。こちらがグジー軸で、こちらがエーター軸ですね。でこの意味はですね、まあだからなんかこれが XY にしましょうか。でそしたらこれを分解するのね。でこちらとこちらですね。でこちらの方はグジー倍の P1 ですか。こちらの方はエーター倍の P になります。まあですから分解っていうのは XY イコールグジー倍の P1 プラスエーター倍の P ですね。まあですから P1、P2 にグジエーターをかけます。まあですからこれは P 倍のグジエーターですね。いいですか。でそうするとなんだっけ。で何やるかというとX ダッシュ Y ダッシュっていうのがA 倍の XY にしましょうか。でそうするとこれに対してグジーダッシュエーターダッシュが対応するとしましょう。いいですか。ということは何かというと上の式にありますけど、これ P インバースの X ダッシュ Y ダッシュですね。でそうすると P インバースの XY で、最終的には P インバース A 倍の P の何ですか、グジエーターですね。でこれマイナス1と009ですから、グジー倍と A 倍だけどマイナスグジーの Q エーターです。まあこういうふうに見えちゃうわけね。でだから今の場合 AXY か、ここで図を意識してたのは
分かると思うんですけど、どうですか、マイナスグジーピーチってこれですね。それで旧エーターにはちょっとこれこれ9倍ないと思うよ多分。こうしましょうか。ちょっとひどいですね。意識してたと言って嘘っぽいですね。9倍のエーターのちょっと間違えちゃったわけ。でそうするとエクサシ y' にあたるベクトルはこんな感じになります。これがAXY になります。いいですか ?AXY って何ですか ?AXY は、A って何ですか ?A は1447。というわけで、これは、X プラス 4Y と、4X プラス 7Y ですね。まあ、こんな、これを見てもあまりイメージできないけど、グジー方向はマイナス倍、エーター方向は9倍っていうふうに見えちゃうわけですね。対角化すると。それが大事なところです。いいですか。これは別に対称行列でやる必要はないんだけど、いいですか。でですね、じゃあ二次形式についてやりましょうか。あ、間違えちゃった。あ、間違えた。どうすんの?もう一回戻して、これを。じゃあ、二次形式ね。XYXY というのは、1447が X 次乗プラス8倍の XY プラス、7Y 次乗。これ見てもあんまりよくわかんないですね。いいですか。大丈夫かな。まあ、ちょっと、そうすると、P を使ってましたっけ。P インバースは回転ですから、特に直行ですね。直行であります。だから内積保つ P インバース A XY P インバース XY として。内積の左と右に P インバースかけても変わんないですね、内積は。そうするとこれ P インバース AP の P インバース XY こうですね。で、P インバース XY は、グジエーターでしたね。でそうするとこれどうですか、マイナス1009のグジエーターグジエーターで、したがってマイナスグジーの次乗プラス、9エーター次乗というふうになります。いいですか。じゃあちょっとこのグラフを考えてみましょうか。あ、グラフというか等高線ですね。それでちょっと待ってください。ちょっと変なんですけど、こちらがグジー軸ですね。こちらがエーター軸ですね。大変ですね。でそうするとどうですか。まずイコールゼロはどうですか。まず XY イコール0ですか。そうするとこれはエーター次乗イコール9分の1グジーですか。だから3あ次乗だからプラスマイナスどうですか。エーターはプラスマイナス3分の1グジーっていうふうになります。ちょっとよくわかんないことはこんな感じで、いいですか。これがイコールゼロの等高線ですね。二直線になります。しかもこれ
グジーとエーターについて、あのグジー軸エーター軸について対象ですね。それでなんだっけ、じゃあイコール1はどうですか。その二次形式イコール1は、そうするとマイナスグジーの事乗プラス9エーター事乗が1ですか。そうするとこれどうですか。と思っちゃってますけど、軸との交わりを考えましょう。エーターが0だと左辺がマイナスグジー以上になるからありえないわけね。だからグジー軸とは交わらない。でエーターが0だと、どう、ちょっと計算ですけど、エーターが0だと、じゃなくてグジーが0、すいません、ゆっくりいきますね。エータが0だと、グジーはプラスマイナス、どうですか、3分の1ですかですね。ちょっとゆっくりいこう。間違えちゃった。グジーが0だと、エータはプラスマイナス3分の1。分の1ですか。ですから、ここを3分の1でいいかな、後で困るかなにすると、で実はこんな風な感じになります。これ双曲線ですね。こんな感じの曲線が出ます。いいですか。それでまあ、もうちょっと別の言い方をすると、これが正である領域は、まあ要するにこちらになるのね。いいですか。それでじゃあちょっと場所がなくなってきて困っちゃってますけど、イコールマイナス1はですね、そうするとここに書けるかな。マイナスグジーの事乗プラス9エーター事乗がマイナス1で、軸との交わりはだからエーターが0で、グジーイコールプラスマイナス1ですね。だから、ちょっと大きめになっちゃって、3分の1とちょっとあまり整合できてないですけど、この2点取って、いいですか、ここ1とマイナス1ですね。こんなふうになります。いいですか。それで、そうしたら、なんだっけ、ちょっとこれじゃわからないな。便利だね。他に何か色あるかな。これがいいかな。その負の領域ね。負の領域はここですね。で、そのうちもうちょっとお話しますけど、こういうのは双曲線って言います。双曲線属って言います、こういう等号線を。いいですか。じゃあでですね、これは次とよくつなあ、次のこの辺りの話とよくつながるんですけど、ちょっと今日はもう十分時間使ったんで、次回にこの続きをお話します。二次形式の符号って話ですね。じゃあ今日はここまでですね。